さっき通った人いたんですけど、はい、めっちゃ可愛かった。全然関係ねえよ。しかもあの人は俺がこっちに来る時にすれ違った人だから。もっと関係ない。可愛いなって思った人がまた通った。どうもくしげです。全然関係ないです。あ、てかごめんなさいね、もうちょっと時期が時期なので、はい、ちょっとマスク着用で申し訳ございません。はい、はい、ちょっと、はい、自粛モードということで、はい、あのマックス次も自粛モードということで、はい、ここの顔面は。今日何ですかこれ。なんか高田のママに来てって言われて、はい、来て、なんかあのマイクつけさせられてオープニングなんですけど。てかちょっとね、ごめんなさいね、ちょっと足元映してもらっていいですか。これわかります。あら、かっこいいですね。これジョーダン1なんですよ。はいはいはい。ジョーダン1で、僕が去年ネイサンズの予選でラスベガス行った時に買ったやつなんですけど、これ日本まだ発売してないのかな。もう去年モデルなのかな、なんですけど。これ知ってます。いや、わかんないです。へー、知らないの。あ、いや、まあしょうがない、日本で売ってないもん多分。あー、そっかそっか、あ、そっか、にわかだもんね、しょうがない。じゃあちょっとあれ見て、あれ見て、あれちょっとおばあさん、かかと見せてもらっていいですか、後ろのタグ。はい、これわかる。チャックテイラーですか。チャックテイラー、チャ、どういう、チャック、な、な、ちゃんとバランス取ってくるんだ。それないからさ。コンバースオールスターね。チャックテイラーわかる。チャックテイラー星何個。星5個ぐらいですかね。見つぼしたよ。皆さん聞きました。皆さん、あの前回サノッチとの牛丼でこういうくだり全部早送りしたでしょ。めちゃくちゃゆっくりしてるから今回。皆さん今聞きました。この人スニーカー好きを煽るくせに三つ星のチャックもわからない。はい、どうもマックスすげーです。すいません、本編に戻るんですけど、はい、今日なんで僕ここにいるんですか。じゃあ今回の企画の説明をですね、はい、田んぼのお芋さんの店長さんに説明いただきたいと思います。はい、どうぞ。あ、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。田んぼのお芋の店長の宮本です。今日は、はい、マックス鈴木さんにうちのタコライス5キロを25分で完食チャレンジお願いします。あ、それ分かった分かった。グルだ。グルです。俺はめられない。グルってグルです。グルですって人なかなかいないけど、グルなんですね。いないうちに打ち合わせしました。え、てかちょっと待って、え、タコライスってあの沖縄料理の。あ、そうですね、沖縄料理屋さんなんですね。そうなんです、ね、あー、なるほど。タコライス5キロ25分。僕あの大食い好きなんで25分はマックス鈴木さんいけると踏んで。でも5キロ25分っていうのは多分本当に好きな方ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。これはなチャレンジメニューなんですか。いや、あの特別に作っていただいて。ああ、作っていただいて、はい、ありがとうございます。なのであの田んぼのお芋さんからのマックス鈴木に対する挑戦状。おお、ありがとうございます。もうそんなのはもう全力でね、もう25分っておっしゃっていただいたらもう12分半で食べる勢いでいきます。でも僕本当にチャレンジに関しては時間の半分で食べようっていう気持ちでやってるので。はい、もし大食い好きでね、言ってくださるなんてもありがたいですからね。もう全力でやらせていきます。ありがとうございます。お願いします。成功したら買えますよ、僕が。なんか買えますよ、鈴木さんに。はい、マジですか。あれはそうじゃないですか、だってチャレンジするものがあるんだったら成功したらやっぱ買わなきゃいけないじゃないですか。え、何、侍って今こういう感じなの。めちゃくちゃ金持ってんだよ。こっからスニーカーチャンネルに移行していくんですから。それはだってそれ初めて聞いたんだけど。今回は僕ちょっと実費で出すんで、その代わり今度僕にもチャレンジさせてください。なんかえ、全然いいいいんだ。1キロ、2キロぐらいだったらなんかどうにかなるかもしれないけど。それ2キロぐらいってまあまあすげえけどな。え、今日で材料って5キロしかないですか。2キロ作れます。作ろうと思えば。ちょっとマジで。え、でも待て待て、でも正直、はい、タコライスの匂いはきついと思うんだ。やっぱクリアできるかできないかじゃないと俺は正直多分正直いけると思うんですよ。よっぽどハードなものでもない限り。でも多分ワイさんタコライスの匂いは正直きついと思うんですよ。言うて一般の方ですから、フードファイターじゃないんで、うん、でもいやだってプレゼントしてくれるってなったらクリアできるかできないかギリギリのところやっぱ行かないとやっぱ誠意に返さないといけないんで。じゃあ例えばなんですけど、はい、なんか食べやすいソーキそばとか。ソーキそばはいけますね。いいよ、やっちゃっていいんじゃないの。こうやって喧嘩売ってんだからさ。俺もね、誠意には誠意で返さないといけないから。今僕あのね、無料漫画を見れるアプリでドンケツっていう漫画を見てるんですよ。で、ロケマサっていう人がいるの。え、わかる？わかる？え、ほんと？おい、超面白くない？僕もわかります。あ、マジですか？あの超ごついおっさん、超ごつい、こういうガチリン会の。いや、視聴者の方ほんとすいません、なんか置いてけぼりキャコッつって。じゃあ今回はこちらの田んぼのお芋さん、はい、店長さんもこうやっておっしゃっていただけているので、うん、チャレンジメニュー僕が25分で5キロのタコライスをやるプラス、はい、Y さんちょっとまあメニューを考えて2キロで、はい、で僕がクリアしたら Y さんにプレゼントしてもらう、うん、Y さんがクリアしたら僕がプレゼントしよう。そしたら僕はもうポケットで。逆に。いや、もちろんもちろん、だってポケットって言ってもポケットでやりましょう。それでいきましょう。店長さんは何かやります。あ、僕はそれでよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ。あの
マックさん、マイさん、ご準備ができたので目隠しをしてちょっとこっち来ていただいてよろしいですか。こうね。はい、もうちょっとこう、そうそう、むちゃくちゃリリースんだな、ね。じゃあ、3、2、1でお声を上げてください。3、2、1、どうぞ。なにこれ、なにこれ、めっちゃオシャン。ほぼほぼ量変わんなくないですか。ね、うん、変える、変えます、変える、あ、じゃない、ちょっと、ありがとう、作ってやばいじゃん、これめっちゃうまそう。いや、このルール、ありがとうございます、作っていただいて。いや、すいません、ちょっとルールの確認なんですけど、マックスさんはタコライスを5キロ、5キロ、はい。で、Y さんはソーキそばを、1.5キロ、うん。そう、さっき話したの、はいはい、2キロだとやっぱ正直きついんじゃないかみたいな、うん、やっぱこう食べれる食べれないのギリギリのラインがいいんじゃないかなっていうので、はいはいはい、あの聞いたら、まあ、1.5 ぐらいっておっしゃったんで、うん、1.5。 ちなみに、あ、店長さん、すみません、はい、今あの Y さんの目の前にあるこのソーキそばは何キロ分、はい、あ、3玉になるんで、ありがとうございます。600g とソーキ肉が300あるんで、はい、今900です。今900、今900の状態ですね。替え玉スタイル出しました。で、鈴木さんとマックスさんのはこれで。そうですね。いや、正直、はい、器だったらさ、こういけるじゃん。あー、これってさ、はいはいはい、なんていうの、わかる、食べ方ね。そう、こうやっていくしかないじゃん。そうですね、ダメですよ、絵的に良くないですか。だよね、ちゃんと食べてください。いや、これむずい。俺、ワンチャン箸もありかもしれない。電源もあります。ちょっと僕も電源いただいてもいい。 あ、はい、ありがとうございます。どうしよう、できることは全て、あ、ありがとうございます、すいません。ちゃって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。すみません、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、5、4、3、2、1、スタート。よいしょ、よーす。次も俺はメインチャンネルみたいになってる。うまい。うまい。匂いがめちゃくちゃいいんですよね。マックさんの方は上の方はほぼハンバーグ状態になってるっていう。あ、そうなんですね。ちょっと盛り付け状。マイさん、うん、うん、めっちゃ見ますやん。うまっ、うん。すげえうまいけど、はい、今日頑張る。頑張る。俺ね、鈴木さん、すごいこと言っていいですか。一杯で無理だと思う。え、あ、それぐらいガッツリ。まあでもね、無理はね、よろしくないんで、うん、せっかくご準備いただいてるわけですけど、マイさん、顔がすげえかもしれない。これうめえな、マジで。そう、うまい。あ、店長さん、すみません。はい、おー、こっちに行きましょう。すいません。この、ま、今回作っていただいた、はい、あの、このデカ盛りタコライスなんですけど、はい、普段のメニューにはデカ盛りはないんですか。デカ盛りはないんです。普通盛りのやつは、普通盛りはあります。ちょっと可愛い感じで、あーこれごつい感じやだけ。そうですね、はいはい、あの、層になってる感じで、おー、なるほど、ちょっと可愛いタコライスとして。なるほど、なるほど、はい。普通に食べれるんですか。ソーキそばの方は、はい、あの、うちで取ったカツオだしと、麺の方は沖縄の丸吉製麺さんっていう老舗の、はい、あの、麺職人の方に作ってもらったという麺ですね。東京だとうちだけっていう感じ。じゃあ、もう地元、沖縄が地元の方からしたら、もう地元の味やね。そうですね、ちょっと普通の麺よりツルツルっとしたコシのある麺。はいはいはい、うん、どうですか、どうですか。あ、食べてる時にすいません。どうすか。めちゃくちゃ美味しい。見てたら、ね、鈴木さんのこのマックスさんの人です。すごいな。食べたら視聴者の皆さん、マックスさんだから、ただ僕もすごい勢いでなくなってるんですよね。
半分近いぐらいいってますね。まあ、食べる料理は違いますけど、はい、マックさんの方が実売店より3倍ですね。そうですね。Y さんも実はもともとマックス鈴木さんのファン。ああ。あんなに入った。チャンスチャンスチャンス。Y さんチャンスですよ。申し訳ない。ファンで。大食いにかなり詳しい方なんで。僕、うん、マックスってファンじゃないから違う違う全て忘れてください。何マまさぶちたちおのファンだからそっちかさっちのファンだあんなマジでいてこれガチだな。こういうのもあの、こういうのもある対決これ言ってんじゃん。大食いの関係とか伺ったんですけど、そうですね、昔から結構好きで、はいはい、フードバトル系とか、あと漫画とかですね、漫画あの、爆飯とか、変身坊とか、はいはいはい、大食い甲子園とか、はい、あの辺は食べる漫画が好きで、大食い以外でも。あ、なるほどなるほどなるほど。で、マクさんはもうスーツ着てる時代ぐらいから見てるって感じですよね。あ、じゃあ結構、やり始めの頃ステーキチャレンジやりました。僕はあの、ヨロン学校ヤマトさんっていう人好きで、あの全然すいません、超マイナーな、はいはい、あの食べる人も、はいはい、一緒に出てたりする、はいはい、結構あの、昔から見てます。なるほどなるほどなるほど。そこも相当昔になっちゃうんですけど、ちょうどマックス、まあ、今マックさん食べられてるんじゃないですけど、はい、多分大食い始められた頃、あちょうど初期なんですよ。違った後で離れるんですね。あ、でもYさんも早いですよ。もうチャーシューも。チャーシューどうも、ハンタージョージ。二丁目の。言ってきた、言ってきた。でも、ちょけてますけど、鈴木さんも早いんですよね。もう半分いったのかな。麺の追加はどうしましょうか。Y さん。タイムですね。まあ、僕は全然大食い何もできない人間なんですけど、一般の人からしてもめちゃくちゃ量ですね。いや、多いですね。サンタマスかなり多いです。いや、やる気はありますけど、残すわけにはいかないんで。なるほど、そうですね。なので、まだ時間がいっぱいある。確かに25分チャレンジでございます。ちなみにもう5分は過ぎてる段階ですね。この間も、たのちさんのチャンネルで 1.5 キロが食べてるんですよ。あ、そうなんですか。早ない早ないねえ、おいしい。はい、たぶん、はい、このサムライ始まって、はい、あの牛丼以外、牛丼とガジュさん以外で一番前かもしれないな。あ、じゃあ相当ガジュじゃないですか。食べてんじゃねえよ。タチクワイス結構ありますね。お肉も結構多い。そうですね、お肉が結構トルティーヤチップスがちょっと噛みにくいっていう。やっぱり尖ってるんで、はいはい、そうですね、もう勢いでいっちゃうと口の中怪我しちゃう。そうですね、結構意外と食べにくいかもしれないです。ちなみに以前このタコライスのデカ盛りって作られたことっていうのは。いや、初めてですね。今回が初めて、はい、にしてはすごい綺麗ですけど、ね。お、鈴木さん、ちょっとストップですかね。Y さんもストップしてる。結構見てる側でもヘビーなんじゃないかな。そうですね。まだ止まんないですね。Y さんなんて止まっちゃったの。食べるよ。食べるよ。時間はありますからね。まだありますよ。
ちゃんと決めてる、はい、フードファイターに対するとか大食いに対するリスペクトとか対応とかもする、うん、でも見てて分かる、選手の気持ちが食べてる時にもぐもぐしてる時に話しかけないとかですしね、うん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 、うん、おい、何言ってんの？いや、別に俺のフォローしてください。でもね、なんかチラチラ気になっちゃったら、あ、そうそうそう、まさかね、ずっとね、鈴木さんの見てるんですよ。近くで見たら、そうですね。まあ、言い方ですけど、ちまちまで細かく食べてくると、大口でどん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 食べ過ぎられる。本当ですね。はい。おやさん、もう3分の2ぐらい終わってるんですよ。うん。お肉ももう終わってるんですし。やっぱね、全然お腹いっぱいじゃないんだけどね。はい。入ったかないんですよね。言ってたじゃないですか、ミキソドさんも。さっきさ、配慮があるって言ってたんだけどさお腹いっぱいじゃないけど入らない時があるって無視？一応、あの本気の勝負っていう体なんで一応一応ちょっとおい、あ、戻りました、戻りました、お待たせいたしました。じゃあお水を借りください。はい、よいしょ、はい、水回りがいただきました、置いときますね。おお、思っちゃいがちなんですけど、すごい実際ね、僕ワイさんの気持ちめちゃくちゃわかります。前挑戦させていただいた時に、たまるんですよね。見てる側だと、いやいや食べればええやんみたいな感じになっちゃいがちなんですけど、食べてみると、あれみたいな。マックスさん、もうそろそろで、食べてると何考えてるんですか？うまっすよ、うん、ほんとうまっすよ。終わりかよ。打ち合わせの時やれよ。そんな感じ。あ、一応後ろにティッシュが置いてある。あ、ありがとうございます。まマッシュルームです。だから後でやれって。乾杯じゃねえんだからさ。やれよ。あ、気づいてない。なんなんすかこれ。すいません。一応あの本気のバトルっていうペースですよね。入ったんですか、わかんない世界があんだよ。失礼いたしました。おちゃおちゃ、やったー。本当なら食ってますんだよ。大変失礼いたしました。じゃあちょっと私は怒られてしまったので30秒くらい黙ります。うぷうぷしてんだ今。うぷうぷしてるんだね。実際きついと思うんだよな。テリヤキマックバーガーセットのポテト L、コーラ L でチキンマックナゲットつけたんですよ。行きの車で。話ですか。来る前に。
俺は昨日息子の業者の19歳の女の子にかっこいいですねって言われた。かけねえ全然かけねえ。え、何今のトーク続きのやつ。あ、まあでももぐもぐしますからね。もうちょっとで15分食べるよ。俺何も言ってないです。それでさっきのあの照り焼きなんちゃら食ったんだよのすき焼きになってます。やばい。ボソッと言うなよ。言わなきゃよかったな。チップ最後残してた。もっと生諦めない最後の諦めないよね。うっとしちゃった。うっとしちゃった。ここまで食べるのすごいっすね。よ、熱高く。
うん、うまい。よっしゃ、はい、早い。はい、お疲れ様でした。もうね、言い訳もしない。ちょっとね、はい、おやさん、ちょっとあんま調子が良くない。俺、本当ごめんね、周知して分かんなかったんだけど、うん、なんかちょっとあんまりちょっと調子がかんばしくなかったみたいで、今回変えますよ、ちゃんと。いや、当たり前でしょ。何言ってんの、なんかしょうがなくみたいな。いや、当たり前でしょ。なんなら2足でもいいけどね。だって変えます。まあ、でも見てる側はすごい僕は面白かったんで。本当ですか。いや、うん、次の撮影までには持ってきたいんで、じゃすぐちょっと独り言言ってください、僕の LINE で。このスニーカー好きなんだよな。ちょっと待って、それ以前もあったの。あのナイキのアプリで、はい、そのナイキショップのスニーカー、俺もう好きだから見てるの最近で、冗談ハマってるから見てて、これ欲しいなと思って、ふざけてそれスクショして、自分の購入手続きの寸前まで行くところ、買い物かごのところスクショして、でもう超独り言、これ超独り言、これかっこいいなってわざと送るの。その時点で独り言じゃん。次の時まで用意しておきますよ。じゃあ、まあ今回は、マックス鈴木さんの勝利と。はい、はい、あざー。いやー、ほんとすいませんでした、今回か。まあ、いやー、次絶対リベンジしよう。燃えてますね。多分、見た目以上に心の中でものすごい悔しいと思う。あ、そうなんですか。最近結構食えるんだよ。食えるんですか。こういうことに対してるんだよ、最近。悔しさ強いと思うよ。え、実際ちょっとお伺いしたいんですけど、ちょっとお二人感想というか、まあ、今まで食べたタコライス全く違かったんですよ。あ、違いました。まず最初に思ったのが、ひき肉がすごい細かい、お肉が細かい、味付けがね、強くないんですよ。あ、じゃあちょっと優しい味というか、軽いの、すごい軽いの、そのなんかそぼろフレークみたいな感じで、はいはいはい。で、その全体的に全部がトマト以外は細かくしてあって、その本当に食べやすいというか、プラスこの今回のデカ盛りはお米でかさ増ししてる感が皆無というか、むしろお米少なくて具が多いみたいな。そうなの、それ聞いたら言ってた。あ、言ってた、はい、すげえ贅沢で、そう、そこなんか贅沢だった。どんなバランスなんですかって言ったら、やっぱお肉がね、美味し多くないと美味しくないから、タコライスはって言って、比率もちゃんと考えてくださって、本当に店長さんのご好意じゃないですか、うん、しかもその肉がまたうまくて、普段ってその食材が多ければ多いほどきつい、食感がバラバラだと咀嚼する回数が増えるから結果的に時間かかってきつくなるっていうパターンがいつもなんだけど、これに限ってはそれがなかったの、物足りないとかじゃなくて、なんかね、不思議な感じだった。なんか板チョコをずっと食べてて、初めてエアロ食ったみたいな気分。全然わかんない。でもこれチャレンジメニューでやったらいいかもしれないですね、うん、フードファイターさんの。これはね、多分ね、25分で結構クレーでいる人多いと思う。おー、相当食べやすいもん。チャレンジメニューあるんですか。やるかもしれません。あった。お前ね、これは有吉デミさんが来ますね、そしたら。ちなみに Y さん、ちょっと感想伺ってよろしいですか。まあ、すごい悔しい結果になったと思うんですけど、次ちょっと、うん、結果出せるように頑張ります。いやー、学んだわ。学びました。どうだ、そこ見てる側からしたら、こう何があったんだろうみたいな感じだったんですよね。え、まあ、確かに詰まっちゃってね。あー、詰まったんですか。分かる、この辺全然お腹減ってるんだけど、はい、全然入ってかなくて、で多分、はいはいはい、ここ水入れてもここでコポコポしてるから、はいはい、多分これ以上入れたら危ないなと思って、でちょっとこう鈴木さんの方見ながら、はい、ちょっとどうしようって感じ。あ、そうだったんですよ。全然分かる。プロでもある、全然ある。あります。でもそれじゃもうダメだから、その時はもう無理。あ、もうじゃあ詰まってしまったらもう無理。今日地上波でもありますもんね、ちょこちょこ、うん、それでプラスやっちゃうから大変なことなんですよ。そう、止めれてるからまだ。例えばこれ一人でやったりとかして、トレーニングだ、一人でやってるとそれも分かんないで、ガッて入れちゃった時の対処もできないでしょ。今こうやって人がいるから、うん、安全面がこうね、約束されたところで環境があってできてるからあれだけど、はいはい、だからなおのことね、本当にもうダメだし、うん、まあね、番組でも注意喚起をさせていただいてますけど、うん、はい、あのより一層ちょっと気をつけていただいて、
こういうことも自然と自然に起きること、別に不自然なことじゃないっていうことは大事ですよね。はい、それでは今回ね、2人で和也さんとお送りさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。改めまして田んぼの山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこちら田んぼの山さん、はい、JR の高田馬場駅、あと西武線か高田馬場駅からと2分ぐらいで、東西線の地下鉄の高田馬場駅だと、はい、もう見せてたら電車目の前通ってるんで、電車がピシュッて行けるんで、あ、改札に通らなくて行けるんで、どうやって行けるんですか。え、どうやって行けるんですか。ペッてやってピシッとピッてピッて行けるんで、まあ、動けんじゃないか。ごめんなさい、嘘なんですけど、はいはい、でもだってマジ10秒ぐらいで地下鉄の駅あるので、リアル10秒です。行っていただければ、ちょっと本当に、はい、っていう好立地のところにあるので、はい、もし高田馬場来た際は、こちら本格的なソーキそばとタコライスだけではございません、はい、泡盛りですとか、あとね、お座敷もあればテーブルもあったりとか、そうなんです。かなり結構ゆったりと、うん、深酒に注意だけどねできるので、よろしければいかがでしょうか、来てみては。はい、改めまして、じゃあちょっと僕から言っていいですか、今日の感想。あ、どうぞどうぞ。本当に Y さんが不本意だったっていうのは、分かって、はい、もし次回あったらね、はい、もう好評かどうか分からないんですけど、うん、なんでちょっと今回のやつコメント欄にぜひぜひお寄せください。内容いかがでしたか、ちょっと内容の感想みたいなもの、そうですね、はい、新しい、とか我々としても新しい試みなので、ね、ぜひコメント感想をいただければ、うん、あとはもし俺が使えなかったらゴリちゃんと俺が変わるかどうしよう。そうですね。その時はもう Y さんにちょっとカメラワークとかを作ってもらって照明の感じで。これ Y さんに食べないですけどね。ゴリちゃんイーティング。ゴリちゃんイーティング。ゴリティング。ゴリティング。ゴリティング。そんな感じでございます。ありがとうございました。解説していただきありがとうございました。足らなくていいよ。もうそもそも何気に食べるの初めてなんですよ。めちゃくちゃ柔らかかった。あっちもかけてないですか。あっ、煮込んで。めっちゃうまいっす。あ、どうっす。あとは早回ししよう。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまです。